オイルをつけました。さっきの配信はもう本当にお風呂上がりで、お風呂上がりで、もうドライヤーしたての人間だったので全く、そう、髪に何も、いや、アイロンする前じゃない、ドライヤーする前に一応ミルクとドライヤーじゃないや、アイロン、エア、あ、ほや、ブル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 つけてるんですけど、でもまあ一応そう、サラサラです。ですけど寝ない、まだまだ寝ないぞ、頑張って起きてるぞ。やっほー、こんばんは。ショールーム、あ、でも始めますって言ってるからいっか、755に。とりあえずインスタと TikTok だけ見といてくれ。てか TikTok さ、あのピンクのセーラーの服で2個しか撮ってないと思ったからさ、間にさ、ねずこのやつ入れたんですけど、ねずこではないんですけど、ねずこスタイル入れたんですけど、まさかの3つ撮ってた。だからどっかちょっとなんか考えるわっていう感じ。やらかし。全然ねずこではないんですけどね。星の儀終わったら見ます待ってます、お星様。そう、赤組時代の私、にやんちゃはしてないけどねやんちゃはしてないですよ。やんちゃって何、どういうことをやんちゃって言うんですか。例えば、例えば、例えば何だろう例えば、なんだろう、なんで今お化粧してる、え、してない、メイクしてませんよ今。あ、リップは塗ってるけど、リップしか、すっぴんです。ただ今色変えたな、今色変えたな。赤毛の至り、おかげの至りって何？ピアス開けるとかしてないんですよ。
へそぴちゃんとかしてないんですよ。でも私もへそ見てたことないからみんなわかんないですよね。真実は闇の中。校舎の窓ガラスを点点点。いや割ったことないな、残念ながら割ったことないですね。何なんかあるかな。やんちゃやんちゃエピソード。なんかあるかな。でもなんか喋り倒したんだよね私基本自分のことについて本当に。だからなんかあるかな。なんかあるかな本当に。授業をサボる。あー無回答でちょっと無回答で。ピアノの練習をせずにゲームを、いやそれは怒られてるんですよね。怒られてるっていうか、そのまあ私がそれこそピアノを習ってた時にハマってたっていうか流行ってたものがゲームが Wii だったんですけど、その Wii ってテレビにつなげないとできないじゃないですか。でテレビにそうつなげる時になんか設定とかが全部親のもので、そうなんかそのプレイ時間とかも全部見れるんですよ。親が設定したなんかパスコードがあったらみたいな。そうそれでなんかあのやったらバレるんですでそのうちはそのピアノの練習をやった時間だけ Wii ができるっていう、そうだからピアノ練習1時間やったら Wii1 時間できるっていう家だったんですよ。だからWii の時間が意味わかんないぐらい多かったらあんたはみたいなピアノの練習こんだけしたの絶対嘘じゃないですかそんなもんだからそうあのそれはできなかったですね。ちゃんとやってました、うん。そうそうということがありました。え友達に LINE 返信したんですけど既読無視されました。どう思いますそう昨日あんなに考えて送ったのに既読無視されたんですけど、しかも私ちゃんと疑問ゲーで返しましたよ。久しぶり元気にしてるって、はぁと思ってうん、あんな悩まなくてよかったわ。じゃあありがとうで終わっとけばよかったわいやわかんない、でもわかんないわかんない、内容考えてんのかもしんない、返す内容めっちゃ考えてんのかもしんない私みたいに。そうかも、そう思っとこう、そう思っておきます。確かに連絡して教えてくれただけで、まあはい、そう思います。
まあ、また悩むのも面倒ですしね、帰ってきたところで。TikTok 最近見、あ、これテーテテ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 ってやつ撮ったんで見てください。はい、早く出してよ。早く出してよ。届いた。え、怖っ。舌打ちされたんですけど、めっちゃ怖い。泣いちゃう。まつげになんかついてる。いや、気のせいか。さっきまつげ美容液塗ってたから、なんでメイクしてるんですかって言われたのかな。まつげ美容液塗ってるだけでしたね。そう言われたら確かにそう思っちゃうかも。まつげ美容液を塗ってただけでした。こちらまつげ美容液なるものでして、ずんちゃんがなんだっけ、ラジオアイニュースの時に教えてくれたものなんですけど、これがそのまつげの一本一本をしっかり強くするやつで、もう一個6000円ぐらいのがなんかまつげのそのなんか伸びをめっちゃ良くするやつみたいなやつがあるらしいんですけど、ちょっとそれはちょっと高すぎてまつげ美容液に6000円かと思ってちょっと渋って買ってないんですけど、ただそのまつげ一本一本の強さを力強くするやつは買いました。
足とさせられてるよ、かわいそう。だって6000円でしょ。買えなかったな。でも6000円でまつげギャンギャンになるのかとか思った。まつげギャンギャンにしたいんですよね。でもそれはなんかまつげのなんか、いやわかんないよ、ずんちゃんがそのずんちゃん調べね、これはそのまつげの中身がすっからかんで、でもすごいそのまつげの長さをしっかり伸ばしてくれるものらしくて、そうで、これはそのまつげ一本一本の中身をしっかりと詰めてくれるらしいんですよ。そうでもずんちゃんって結構まつげ綺麗だからさ、ずんちゃんが言ってるまつげ事情には嘘はないと思うんで、多分本当なんですよ。だからめっちゃその美容液をめっちゃ気になってるんですけど、でも6000円かと思って。そうなんですよね、高すぎる、ちょっと高すぎる。迷ってる。だからこれずっと買うか買わないか、ラジオアイニュースの時から迷ってるから、もうずっと迷ってますよすごくない？でもね、ゆいゆいはエクステつけて、まつげエクステつけてるって言ってた。だからゆいゆいがめっちゃまつげ綺麗で、そうゆいちゃんめっちゃまつげ伸びたねって、何美容液何使ったのって聞いたら、エクステつけてるって言ってた。そうまあ確かにその方法もあるよなと思いつつ、そう、そうゆいちゃんめっちゃ本当にまつげマジでめっちゃ長くなっててびっくりしたんですよ、聞いたら。エクステつけてるのって言ってて、それは長くならなと思いましたねそれで長くなってなかったらねダメですから、それは長くなるかと思ったんですけど、つけま、いやつけまとはまた違うんですけど、まあつけまみたいなもんそうつけまのずっとついてるみたいなやつ。つけまはさ、それこそメイクの時々にずっとタンタンタンってつけなきゃいけないんですけど、だから髪の毛のエクステみたいな、そういう感じです。それと一緒。それと一緒。メンバーが急に髪の毛長くなったりするでしょ、それです仕事はやったことないんですけどね、一回も。わかんないんだよね、なんか、いやいいと思うんですよ、私は全然そう人の好き勝手だから別にいいと思うんですけど、そのだってさ、まつげは確かに伸びるのがなんか遅いから確かにまつげエクステはねあるかもしれないけど、でも髪の毛はさ、だってさ絶対伸びるじゃん、だからそこに運万をかけるそう、いやいいと思うんですよ私は、でも私はかけれないなみたいな感じ。だってさやりん4万とか言ってたよ、ひょだって髪の毛だよ、伸びるよと思って。いやでもだからといって私は何にお金を使っているんですかと聞かれたら、確かに何にお金を使っているんだろうって思いますねはい、
いや確かに自分は何にお金を使ってるんだろう。貯金はないです。知らない、貯金は分かんないマジで本当に。普通の T シャツにいくらくらいまでなら出せますか？でも基本的に本当にありがたいことに、生誕 T とか、まあ、それこそ今着てるこのスヌーピー T シャツもそうですし、こう T シャツとかいただけることが多いので、 T シャツを買うっていうことがなくなりましたね、うん、本当にありがたいことにっていう感じ。ありがとうみんな。みんなありがとう。いやだからそのお洋服とか、まあそれこそ握手会とかに着るお洋服はまあもういただけるし、待って本当にそうですね、何に使うんだろう本当に。でも電子機器とかメイク道具とかにしかほとんど、いやまあもちろんそれ以外にも使ってますよ。もちろんそれ以外にも使ってますよ、はい。でもそうですね、今考えたらそうなのかもしれません。何に使ってるんだろう私お金。急に考える。でもまあそれこそ Mac だったりとかそういうのに、だから前々言ってるんですけど、ドカンみたいなのが多いんですよね私って。そうそうそう、だからまあそうだね、そんな感じ、うん、おドボンされちゃったよ、うん。マクドナルドで大食い？どういうこと？企画？マクドナルド大食い企画？
ありがとう、ハートくれてありがとう。あ、君もハートだったのね。でも多分これ出ないから言うんですけど、私の口からなんかテレ東さんのあのひろゆきさんと一緒にお話しするみたいな企画あったじゃないですか。あれの時にあのひろゆきさんにてかなんかそのなんかひろゆきさんがその別のあれでそのなんかメンバーにその動画毎日載せろって言ってもなんか強制的になって載せない人もいるみたいな話を多分一番最初本当に AKB 乃木坂のみたいなうんちゃらみたいな時のあのなんていうのあれの時に言われて、そう今のメンバーはそういうことをやらないみたいな、きっとそういうことをやらせても3日とかで飽きるみたいな話をしてて、そのひろゆきさんがで、あなんかそういう話もありましたねみたいな話をこの間のその5人でおしゃべりさせていただいた時にそう喋ってて、でまあカットされたんですけど、多分時間があれだったんで全然いいんですけど、多分喋っては、そのなんかピョンムービーを私は一応ツイッターに毎日上げてるんですよって、そうピョンムービーっていうのを毎日やっててみたいな、ツイッターに毎日上げてて、でもそれも全然伸びなくてみたいな、なんかそのひろゆきさんがその1ヶ月に1回その総集編みたいなの作ってあげればいいって言ってくださったから、それもやってるんですって、なのに全然伸びなくて、これはなんでなんですかねって話をしたら、そのあツイッターに上げてるんですねって言われて、なんかツイッターはそう動画を探すのがめんどくさいから、ツイッターに上げるぐらいなら YouTube やっちゃった方がいいと思いますって言われて、そうでもさ YouTube にさ、ね私バーストするよそれだと、ねバーストさせるねごめん。そうツイッターになんか上げた方がいいと、あツイッターじゃなくて YouTube に上げた方がいいと思いますって言われて、ああと思って、そのなるほどねと思って、でもさ YouTube にさそんなさ毎日1分の動画をさ、まあ、ショートとかやってたら別だけどさショートとかで上げればいいかもしれないんですけど、毎日そんなさ1分ぐらいの動画をさ、はいピョンムービー開いていただいてありがとうございますって言ってるツイッターじゃないよ YouTube のさチャンネルなんてさ見たことありますか皆さん。みんなそんな YouTube チャンネル見たことある？え、なくない？だから企画してるとかなら別だけどさ、なんかさそんなさ1日あったさすごいもうしょうもない話をさ本当にな、本当何やってんのみたいなしょうもない話をさ毎日ツイッターに載っけてさいるんですけど、そうそれ見るみたいな。でしかも YouTube って1分、まあ、ショートにすれば縦動画になっちゃうんですよね。だからこれまで通り横動画でいきたいならっていうあれはあるんですけど、でもそれを編集したりするのもあれだし、そのなんか YouTube なんか大変らしいんですよ、めっちゃなんか企画もそのスタッフさんに言って、それをなんか OK もらえないとできなかったりとか、その編集も編集し終わった後にスタッフさんに見てもらって OK って言われないと出せなかったりとか、なんかすっごい大変らしくて、なんかその企画を出した段階でもなんかそれは本当に伸びるんですかみたいなめっちゃ聞かれるっていうのを夢見るが言ってて、そうだからその自分でできるわけじゃないじゃん。ツイッターはさもうポンって上げちゃえばさ終わるけどさ、私のさそんなさ12時ぐらいにさ撮ったさ12時ぐらいにいつも撮ってさ載せる動画をさスタッフさんが毎日見てさ、それを私の動画じゃなくてスタッフさんが載せるらしいんで、スタッフさんになんかそれもそれでさ、なんかさ、いや多分ひろゆきさんは自分でチャンネルを持ってやればいいって話だと思うんですけど、そうなんかむずいんですよ本当に。そのなんか多分 それまでを分かんないから、そうスタッフさんがひろゆきさんが分かんないから、そのそれを
そういうなんていうんだろう、そういうのがあるよっていうのを、ポンってあげれるものじゃないんだよみたいな、そうっていうのを、そのまあ知らない、まあそりゃそうだよ、そりゃ知らないよ、当たり前だよ、だってそりゃそうでしょ、そうだから知らないから多分そう言っちゃうんだろうよでもそうだから、なんか YouTube ってなんか大変そうだなと思って、なんかだから他の場所でどっかにできないかなと思ってるんですけど、でもじゃあってなったら結局 Twitter しかないじゃんって思って、もうって諦めたんですけどそう結局諦めました。そうなんですよね、 TikTok にサブアカ作って投稿する。でもさ TikTok もさ、はいピョムービー開いていただいてありがとうございますみたいな TikTok 見ます？そうアドバイス的にはねめっちゃいいなと思うんですよ、確かにと思って。 Twitter って動画探すのめんどくさい、確かに。なんかその日付指定でさ、ぜひ探してくださいって私ファンの皆さんになんかツイート、総集編もツイートしてるけどさ、その日付指定で探すのもめんどくさいじゃないです か、 だから確かになと思って思ったんですけど、てか TikTok ってサブアカ作れるんですか、それも知らないし、だからうんみたいなそうなんか多分私たちができるのって TikTok、インスタ、Twitter、ショールーム、 YouTube ぐらいなんですよ。でも YouTube はねその本当に大きな大人の、あの大きなたくさんの大人を動かさないと、割と本当になんか YouTube 担当みたいな人もいるらしくて、そうその企画をね一緒に練ったりとか、その場所を押さえていただいたりとかっていうのがあって、そうなんかそれもつけないといけないから、多分始めたいですって言ってもすぐに始められないじゃないですか。でまあ Twitter はひろゆきさんに言っていただいた通り本当に動画探すのめんどくさい、ショールームはライブ配信アプリだからもうどっちにしろ意味ない、だからもう TikTok かインスタなんですよ。そうでもインスタもあんま動画見ないよねと思って、だから結局 TikTok になっちゃうんですけど、むずいなと思って、結局なんかやるって決めたらやりたくて、ちゃんとなんかうん私も結構 YouTube を見る人間なので、すごいなんかこの YouTuber さんめっちゃ上げてるなとか、この YouTuber さん上げないから登録解除しようとか結構あるんですよそうだから多分やるってなったらもうガチでやんなきゃいけないから、 YouTube はいやまあ全部そうなんですけど、どれもそうなんですけど、でもそのチャンネル登録とかフォロワーさんとかがすごい目に見えてわかるじゃないですか、もう1の位まで、まあ、100万とかの数字になれば1の位まではわかんないんですけど、まあ、私たちにはわかるけどでもその本でそうなんですけど、編集とかに興味あります、うーんでもまあ、とりあえず大学卒業しないと分かんない、その時間がね取れないと思う。でもカレンにめっちゃ言われましたね、編集雇いたいって編集として雇いたいってめっちゃ言われましたそう例えば TikTok にして動画内容や形式を変更するパターンというと、毎日 TikTok をただ上げるってこと、むずいですよね、だからわかんないんだよね、どうやったらいいんだろう。えだからさ TikTok さんじゃなくてなんだっけ、ひろゆきさんとちゃんとこういう話もちゃんと交えて話したいんですよ。そうなんていうの、
AKB ってこうなんですみたいな、今こういうそのなんかスタッフさんがこう見ないと YouTube 上げれない状態で、私たちが気軽に動画を上げれるのって本当に TikTok とインスタと Twitter しかなくてっていう話もちゃんとしたいんですけど、ライキさん忙しそうだしそうそうなんですよね。あ、ダメ、あ、ありがとう。そうだから、まあ、何について語ってんだよって話なんですけどまあ本当になんかそういう話もしていただいたりとかして、だからその時には YouTube やりたいなと思ったんですけど、なんかいざ考えるとなんかそういえばみたいな、夢見る大変そうだったなみたいなそうのとか、うん、考えたりして、うん、どうしたらいいんだろうっていう伸び悩み。まあ、でも本当にいろんな、まあ、それこそ資格取りたいとか言ったりとかしてるけど、もうとりあえず全部まず編集しない、ノーカットノーカット、ノーテロップ、やばい斬新めっちゃ斬新そうね、生配信とかだったらね全然あれですけど、 YouTube は1000人フォロワーいないとライブ配信で、え、そうなの、え、1000人、え、ピョンズ登録してくれるよねえあれ多分1000人は登録してくれると思ってるんだけど、始めたとしたら、あれ無理かないやでも本当に本当にすごいそれで悩んでるんですよ。なんかせっかく、まあもちろんそのツイッターの動画もその編集とかを結構割と簡単めに編集してるだけだから、その本当にザ・ YouTuber さんとかに比べたらなんか全然あれなんですけど、そうでもなんだろう、ちゃんとって言ったらあれだけど、まあねね、いいよドロスリー投げてハルピョンに、あれいいよって言ったのに、そうだからむずいなと思って、まあでも本当にもう何事もとりあえず大学を早く卒業したいっすね。はい、もう今はそっちで手一杯だから、あと半年ちょっと半年ちょっと、まあでもいろいろやることは多分あと半年ぐらいだと思うから、まずはとりあえず無事卒業を目指して頑張って卒業してって感じかな。うん、早く、ここだけ切り取られるとまた変に取れられるんですけれど、早く大学を卒業したいです早く卒業したいですとか言ったらなんかまた
変に切り取られる、嫌だ。そうですね。でも絶対大変だよね。いや、わかるんだよ、本当に大変なのは。普段から YouTube を見てる人間だから。安易に始められない。しかも一人でってなるとね、もっと大変だし。パルム食べてます。いいなぁ。マピョもパルム食べたい。パルムはね食べれるんですよ、中がアイスなんで。ハルピョンにドロー3できなかった。え、今ドロー32枚来たんですけど。えどういうこと。ウケる。そう、パルムは食べれるんです。え、もっと不思議なこと言うと、ブラックサンダー大好きなんですよ。そう、謎でしょ。ファンの方に言ってもらいたいセリフを募集して TikTok であげるってどう？絶対変な内容。絶対変な内容じゃん。なんかあれでしょ、どうせねえねえみたいなやつでしょ。絶対そうじゃん。まあまあ、TikTok って毎日あげたら、いや、わかんないんですよね、私も。それちょっとレインボースターが来たので、あれにします、投票にします。レインボースターは今じゃないです。ぜひイベント期間中に投げてください。 TikTok は毎日やってたら伸びるんですかね。でも私最近低下してますけどね、伸び悩み。めっちゃ伸び悩みなう。何がダメなんだろう TikTok 私の。まあちょっと音源が古いですよね、ちょっとだけ。あの、なんでかっていうと取りだめしすぎ問題。すいません。
そう、取りだめしすぎてて撮って満足しちゃうんですよ。で動画載せずに、そしたらもう流行りが次の曲に行っちゃってて、メール送らなきゃ。ガチャ引こう。なぎちゃんのシークレット、さとみなの UR が出ました。だから難しいですね。あとまあどうしても取れるのがさ、この枠なんですよ私は。そうだから背景が寂しいっていうのは多分あると思います。うん、難しいな、考えどころですね。切り抜きにあった拗ねてるハルピョンが可愛かった。なんだ勝手に切り抜かれてんのか橋本、またまた橋本勝手に切り抜かれてんのか、勝手に拗ねさせるな、おいおいおい、アップの方が可愛い、マジすっぴんだがすっぴんで TikTok 撮るのもありなのかな。ちょっととりあえずメールだけ送ろう。それ可愛いタラ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 。てかもうちょっとお仕事が増えればメイクする頻度も上がるのでいっぱい TikTok 撮ろうってなるんですけどいや別に仕事なくてもメイクしろよって感じなんですけど、そうですね、はーいはーい、ピンポーン。さあじゃ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 あ、あれ。公園もっとね、公園出たいね。私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君を一番すごいすごいよ、すごすぎた。そしてレレ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 。おやすみ。明日も。ほぼアウト。
ほぼアウト。ね、ゆきりんさん今度出演されますよね。試しに TikTok にピョムービア、え、じゃあちょっとあれを作るとこ、まずアカウント作るところからですね、その場合は。でやるならなんかせっかくなら9月からとかにしたい、ちゃんと綺麗に、うん、なので。え、TikTok のサブアカってどうやって作るんですか？あ、やばいやばい、狼ちゃんが始まってる。 TikTok のサブアカってどうやって作るの？あ、これか、アカウントを追加、出てきた。え、どれで作ったらいいんだろう。てかスタッフさんに聞こう、まず。うん、じゃないと勝手に作ったらなんか怒られたら嫌だから、ちょっとスタッフさんに聞いてみますね。まあ今日は夜遅いんで、まあ、9月1日からできればなと思ってるんで。サブアカでピョンムービーを投稿するっていうのを一旦やってみようと思います。でもさ、え、そしたら縦動画横動画、え、ツイッターにも投稿して TikTok にも投稿すればいいのかな。でもその場合は TikTok を横動画、それか Twitter が縦動画になるか、どっちがいいんだろう。これまで通り横でいくか。で一旦9月から始めて続けてみて、伸びなかったらやめます。横動画で TikTok の方には上下余白、え、そしたらめっちゃさ、めっちゃ余白じゃない？大丈夫そう？今のアカウントに1回あげて、いや、それはやめときます。なんか今のアカウントがよく分かんないことになっちゃいそうだからでも横動画が並んでるのってキモいのかな、どうなんだろう。でもそしたらさ、ツイッターがただ縦動画、どうしよう。どっちがいいんだろう。え、2個撮るのそれはちょっと橋本あるあるめんどくさいなのでそう、縦動画にしようかな。でも横の人もいますよね。横動画めっちゃ出してる人も。そうすれば TikTok 一つだけでいける？ TikTok をピョンズに
バンバンリンクを回してもらう。今どういうことだ。むずいむずい。あ、でもこういうことも確かに、なんか上と下、なるほどね。ちょっと考えですね。さあ、ということでだいたい約束の1時間となりました。ちょっと足元は明日までにやらなければいけないことがいっぱいあるのでまたこの TikTok のことに関しては一旦スタッフさんとスタッフさんにそのサブアカピョムービーをそのなんて言うんだろう、やりたくてみたいな、その聞いてみて、まあ、ダメって言われたらどんだけ考えても無駄なので一旦スタッフさんに明日聞いていただき、明日か明後日か、まあ、今週中に一旦聞くことから始めたいと思います。ちょっと今スタッフさんにいろいろ、それこそ貢献度ランキングも前いただいたばっかりだし、ちょっといろいろいっぱい頼んじゃってるのがあるのでそうそうそう、なので一旦相談して聞いてみて、うん、考えたいと思います。ってことで今日は終わり。ちょっとやらなきゃいけないことがあるんだ、ね、なんでサザエさん見てた時の方がさ視聴者さん増えてるのどういうこと。まあそんな変わんないけど、この時間よりサザエさんの時間の方が人がいるのか、それともみんなサザエさんを一緒に見たかったのか、どっちだなんだ謎だなまあ明日からね、多分お仕事の方もいると思うんで、お盆休みでもどうだろう、あのアイドルにお盆休みという概念はありませんでして、いつからいつがお盆なのか分かりませんあ、明日はあの多分ネプリーグさんを一緒に見よう配信をするんですよ。クイズノックさん、私めっちゃ好きで、そのクイズノックさんが出演するので一緒に見よう配信をするんですけど、まあ、7時から8時でその配信して、まあ、もしかしたらお昼過ぎもやって、分かんない、やるか分かんない、お昼過ぎはやるかもしれなくて、でまあ7時8時ご飯前にネプリーグ見ながら一緒に配信して、でまあ元気と勇気とやる気があればあの夜これぐらいの時間も、またこれくらいよりちょっと遅いかなぐらいの時間もまたやろうかなって。本当にもう今月はマジで TikTok じゃなくて、間違えた、 YouTube じゃない、なんだっけこれ、ショールーム強化月間なので、そうみんなとなんかララララっていう話がいっぱいできたらいいなと思っているので、とりあえずインスタと TikTok 更新したんで見てください。それではすごい、今日上げた動画のあれがティー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 のやつが525回再生今。みんなもっと見て、私の誕生日の再生回数とかにしなくていいからもっと見てお願いします。みんなで橋本春菜を頑張って広めましょう。よろしくお願いします。それでは、最後にランキングを読みて終わりにしたいと思います。ちゃんと見たいから配信終わったら見る。ありがとう。そうして。いきます。1位パンダさん、ありがとうございます。2位ネバーストッパーと、お話し会買ったけど、おすすめに全然被ってない。いや、おすすめに被ってなくてもいいんですよ。
あの別におすすめだからどうこうってわけじゃないんで、あの本当になんでおすすめの部を作ったかっていうと、その買うのを迷ってたりする人たちとか、あとはまあ完売のね部数をなるべくね、そのまあ売り切れみたいな文字をね見たいなみたいな気持ちがあるから、そうだからその迷ってる方用に作っただけであって、全然なんだろう、おすすめだから何をしますとかってわけでもないので、そうただあの売り切れっていう文字を見たいっていう気持ちなので、はい、全然おすすめにかぶってなくても大丈夫、怒りませんので、ありがとう買ってくれて。ゆきりんさんの配信始まった、4分前に配信終わろう3位レクサーとピョンズさんありがとうございます。4位アンニョンズさんありがとうございます。5位山内さんありがとうございます。6位ツッチーさんありがとうございます。7位コロポックルさんありがとうございます。8位バージョン R さんありがとうございます。9位マジカのバナナちゃんありがとうございます。10位コニタイミズさんありがとうございます。11位ベベモンさんありがとうございます。12位ケイさんありがとうございます。13位北里光平さんありがとうございます。そして本日のラッキー8888位はイルファンさんです、ありがとうございます。ということで皆さん、本日も2回配信でしたが、見に来てくださった皆さん本当にありがとうございました。あ、さよならモーリさんの視聴配信なのか、ゆきりんさん、なんかゆきりんさんいつもこの壁のなんか角でやってるイメージそんなこと言ったらハルピョンだっていつも後ろ壁のこう、ね、そこでやってるイメージって言われるかもしれないんですけどはい、ということで、それでは皆さんありがとうございました。また明日も見に来てくださると嬉しいなと思っております。それではまたね、ありがとう、おやすみなさい、バイバイ。